今回の動画ですけど、株主優待のね、動画を撮っていきたいと思います。今回のご紹介する銘柄は、芽吹きファイナンシャルグループ7167。はい。こちら、じゃあ、芽吹きファイナンシャルグループって何ですかと言いますと、まあ、単純に、この銀行2つのね、銘柄になります。茨城県の、ちょっとぼやけて見えないかな、常陽銀行さん。で、栃木県の足利銀行さん。この2つの、取りまとめっていうか、そういうような銘柄になっております。ではね、中身に入っていきます。本日、6月27日、1株、取引終了後ですよ。1株 330.7 円。最近ね、こういう波数がちょっと出てくる銘柄が多いんですけど、330円。1株330円。じゃあ、配当はどうですか？今年の3月、1株11円。1株11円。で、来年の3月も1株11円。これ予定なんですけどね。で、22年、21年も、11円だったんで、まあ、良くも悪くも、まあ、安定しているというような銘柄です。ただ、何、11円で安くないですかって。まあ、11円っていうね、こうインパクトはちょっとね、JT さんは188円とかって、この、それと比べちゃうと、やっぱりこうインパクトはないんですけど、利回り見てください。3.3。単純に11円割る330円で 3.3。3% あれば、まあ、十分だと思うんですよね。今のね、銀行の年間のね、定期預金の利率を、と、こう、天秤にかければ、雲泥の差どころじゃないんですよね。もう、それ以前の差が、あるんで、まあ、非常に11円つっても、問題ないと思いますんで、よろしくお願いします。で、ちなみに自分は、一株209円の時に保有させてもらったので、利回りは 5.2 と。いうことで、はい。よくここで拾えましたねって思うでしょうけど、たまたまコロナで下がっていて、自分は、まあコロナがなければ、まあその高い位置にいたであろうと思っていたので、まあ2年後、3年後、4年後、コロナが、まあ、収束すれば、まあおのずと世の中、昔のように、コロナ前のように、動き出すと思えば、まあ4年間、5年間、まあ、目をつぶって投資をしてみようと。で、その間、まあ、十分ね、配当が出てくるんですから、まあ、私はね、1100株保有させてもらったんで、まあ、単純に22、3万、なんで、まあ、仮に、まあ、5年間ね、22万を銀行に預けて、眠らしておくのも一つの手だったんですけど、それだと、本当に、利息がもうないに等しいんで、ほぼ元金のままだったと思うんですよ。ところが、まあ、5年、4年我慢しようと思っていても、まあ、単純に1年間で1万1000入ってくるってことは、5年で5万5000。まあ、この、自分のこの楽観的な考え方が結果、209円から330円まで増えて、まあ、結果オーライというような感じになっております。なので、そんなにね、株は本当に、難しいと思うんですけど、未だに全くわかんないんですけど、このように、まあ、ちょっとこう、多少のひらめきがあれば、まあ、当然、こういう銘柄もね、自分は正直拾っちゃってるんですけど、こういう銘柄も、拾えてますんで、まあ、非常にね、皆さんが懸念しているような、投資、株っていうのは、多分、それはね、ずっと自分のこの動画をね、ずっと優待の動画を見ていれば、なんとなく取り除けているんではないかと、思っておりますんで、まあ、引き続きね、動画を見続けてもらえればいいかなと思います。では、優待の方なんですけど、1000株以上、5000株以上、1万株以上。で、2500円相当、4000円相当、6000円相当。じゃあ、何が相当なのと言いますと、先ほど冒頭で言いました、常陽さん、茨城県、足利銀行さん、栃木県。そうです。優待、株主優待カタログ。で、この中に入っているのが、大体が、こう、茨城県と栃木県の物産物なんですよ。お肉もそうですし、お魚もそうですし、まあ、納豆はもちろんありますし、餃子も、あったり、こうね、餃子のページが開けないな。そう、あったりするんですよ。あと、まあ、こういう、ジャムだのとか、アイスクリームとか、おせんべいとか、どら焼きとか、こう、いろいろね、あるんですけど、今回ね、皆さんに届いた優待っていうのは、私、長男、長女と、長男、長女も、投資をさせていまして、この銘柄はいいんじゃねえかって、
推奨して、で、二人とも持って、その娘のやつが先に届いたんですよね。で、娘のやつは、じゃじゃん、さあ、茨城県なんで、芋ですね。で、はい。はい、このような詰め合わせ、見てください。結構豪華でしょ。焼き芋、こう。ね。こういうのが、届きました。はい。もう、サクッとね。もう早く冷蔵庫にしまわないとまずいんですけど。はい。ということで、あれぐらいのクオリティの高い、物産物が結構数多く、昨年まではね、カステラのセットとどら焼きのセットがあったんですけども、ちょっといいかなと。たまには違うやつを、ちょっと選んでみようかなということで、娘のやつはこう芋で。で、私は確か干物かなんか、近いうちに届いたら、そっちはね、もうこれはできちゃってるんで、次は簡単にこういうのが届きましたよっていう動画になっちゃうと思うんですけど、ああいうのが届きます。で、こっからですね、いまいちその投資ってどうなのってこう悩んでる方、自分も最初はね、悩んで、幼馴染の、先輩に、やった方がいいよって言われても、もう俺バカだからできないよって断っちゃったんですけど、その時やってればよかったって、今でもずっとこれ多分死ぬまで後悔すると思うんですけど、投資は、まず始めるなら早く始めた方がいい。もうこれは多分、どの方も言うんじゃないですかね。いや、来年で、と思うんだったら、今、っていうような感じだと思うぐらい、本当に投資って、決して、安全ではないですけど、でも危険でもないと。やっぱドラマのね、演出上、やっぱこう、株で首が回んな、失敗して首が回んなくて、という、やっぱドラマの設定っていうのはたくさんあるんですけど、あれはあれでね、もうちょっと置いといてもらって、やはり慎重に銘柄を選んで、コツコツ投資していけば、そんなにね、大打撃を食らうわけじゃないでしょうし、余剰金っていうのは、使い道のない、使う当てのない、ただ漠然と銀行に預けている預金、これを投資へ回すだけなんですよ。生活費とか、車買うお金とか、家のローン、頭金とかっていうんではなく、ただ漠然と親に言われてるから、会社に言われてるからっていうように、お金が多分積んであると思うんですけど、それを、ちょっと投資に回して、見てはというような感じだと、ちょっと思っていますんで、もし、今一度自分の通帳を今広げて、あれ、この枠はちょっと漠然と積んでるなって。だからちょっと投資をちょっと勉強してみようかなとか。っていうのからね、始まってもいいでしょうし、もう最初からね、お金は用意してあるんだけど、いや、どこで口座を開けばいいかとか、何から始めればいいのかって結構ね、悩んでる方もいると思うんですけど、私よりも、プロフェッショナルの方が、いろんな方がね、YouTube で動画出してると思うんで、ちょっとそちらの方を見て勉強してもらえればいいかなと思います。私の場合はもう自分が保有している優待の単なるご紹介と、そこにプラスアルファ、初心者の方がもし見ていたら、なるべくその不安を取り除ければいいかなというような動画になっていますんで、非常に、簡単な動画なので、誤解を招いちゃう可能性も十分あると思うんですけど、とはいうものの、とりあえず銀行に預けるか、投資をするかの2択しか今多分、お金を増やす方法って、ざっくりね、当然他にもいろいろあると思うんですけど、投資か銀行かと。で、銀行は安全ですけど、ほぼ増えない。投資は増えるけど減ることもある。あとはね、皆さんがどちらを選択するかということになります。はい。ということでね、今回はね、芽吹さんの優待が届きまして、結び分があって、あとでね、長男と自分のが届いたら、簡単にこういうのもありますよ、こういうのもありますよというような感じでね、簡単にね、動画を撮っていければいいと思います。はい。ということで、非常にね、もう新しいニーサがあと半年後からスタートしますんで、じゃあ来年からでいいかなって思う方もいると思うんですけど、いやいやいや、今年のニーサが十分使えますんで、今年は今年でね、たとえ330円の100株でも、5年間有効なので、非課税なんで、5年間1100円、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 5500円が、自動的に、口座に入ってくると。で、その時にね、当然、
株価がどうに動いてるか分かんないですけど、まあ、変な話、280円まで下がってたら、配当金とトントンというような感じで、まあ、あれかなと思いますんで、もちろん、これより上がってる可能性もありますんで、まあ、ちょっとそこら辺はね、家計っていうか、こう、ちょっとギャンブル性になっちゃうんですけど、まあ、とはいうものね、この株価だけはね、プロも読めないって言われていますんで、まあそこら辺は皆さんのね、感覚で投資してもらえばいいかなと思いますんで、よろしくお願いします。はい。ということで、あ、ぼやけちゃった。はい。ということで、今回は芽吹さんの、言うてのね、動画になります。はい。今回もね、長々と喋っちゃいましたけど、以上で終わりにしたいと思います。今回もご視聴誠にありがとうございます。ではでは。